鉄道ゆっくり茶番。JR 東海道新幹線の車内にて、やっぱりアンビシャスジャパンはいつ聞いても最高だな。赤ペン君、残念なお知らせで悪いんだけど。残念なお知らせって？実はこの車内チャイム、今年の夏で聞けなくなるらしいよ。嘘なの？それが本当なのよ。しかも、その後がアイミーゴーって曲になるらしいの。マジかよ、もうしばらく聞けると思ってたのに。心配ないわよ、アイミーゴーもきっといい曲かもしれないから。いや、どうしても俺はあの曲じゃないとダメなんだ。そう言われても、決まったことだから仕方ないし。何言ってるんだ、あの曲には思い入れがあるんだよ。俺にとって新幹線の車内チャイムといえばやっぱりこれに限るし、一番しっくりくるんだ。だから一度聞けなくなるとすごく悲しくなって、もうどうにもならなくなるんだ。お前にはこの気持ちがわからないのかよ。別にわからないこともないわ。私だって415系さんが引退した時、本当に悲しくて夜も眠れなかったわ。とにかく俺は最後の最後までこの思い出をしっかりと耳に焼き付けたいんだ。だから俺、毎日アンビシャスジャパンを聞くためだけに新幹線乗ることにするよ。いや、それだけはやめた方がいいと思うけど。